ケンビンチャンネル。はい、どうもケンビンです。今回は荒谷マラソンの勝利数ですね。実際に近畿の30を挑戦して勝った数が1000を達成しましたので、今回もこれとなりました。せつなとなゆた徹底的に比較してですね、どれが出やすいんですかというのをお伝えしていきたいと思います。こちら今から紹介するデータは私の個人的なデータとなりますので、もちろん上村下村ありますので、一つの参考例としていただければなと思います。まず勝利数1000達成するために周回どれだけ近畿の30を回ったのかというと、こちらは30の5区参加型、もちろん画面外でやっているソロ、そしてみんなでやっているマルチ、すべて含まれます。何歩ぐらいだと思いますか？そうです、周回数は1570回周回することによって1000勝達成することができました。勝率は6割から7割。最初の頃は理想パーティーを創作しながらやってたわけなんですが、なかなかですね、まあ、勝つことが難しい30の目、ここ最近では安定して回ってきて勝率もだいぶ上がってきたように感じます。そしてハマり数ですね、ハマり数見ていきますか。こちらのハマり数なんですが、今回は最大ハマりで173、これが荒谷が出現して次の荒谷が出現するまでの近畿の30の5区に周回勝った数となります。負けた数は含んでおりません。負けた数を含むと200は超えてくるかなという形ですね。荒谷に173回挑戦してやっと出た、それが最大ハマり173でございます。なかなか出にくいですね。そして見ていくのは次がそうです、遭遇数見ていきますか。遭遇数はこちら、遭遇数は25回です。この勝った数1000回に対して荒谷が25回出てくれたという形ですね。遭遇率は 2.5% という形になります。なかなかね、出にくいと思うんですが、そして実際どれいくらしてるんですかという話なんでございますが、勝率は29ドロでございます。荒谷は8回ほど負けており、そして実際のところ刹那那由他比較してですね、荒谷は実際出てるんですか出てないんですかというお話です。こちら実際に当時の刹那マラソン、荒谷マラソンライブのアーカイブしっかり残っておりました。そちらの当時のですね、1000回調理した時のデータを見て比較していきましょう。それでは見ていきます。刹那のカウントを見ていくと、総周回1035に対して1000勝達成していると、荒谷に比べてやはり勝率はすごく高く感じます。そして遭遇数もですね、やはり出てるんですね。先ほど25回だったと思うんですが、遭遇数は39回出て遭遇率は 39%、 ドロ数ももちろん上がっていきますよね。58ドロしてマラソンがどれだけ回りやすいかっていうのが伝わるかなと思います。続いてなゆたを見ていきましょう。なゆたです。なゆたもなんとびっくりな出来事が起こりまして、なんとね、総周回1071に対して、まあ、戦勝しているわけなんですけど、刹那よりはちょっと負けちゃってるかなという形ですね。この遭遇数見てください、39回なんで、なんとですね、刹那となゆたが 3.9% で一緒という形ですね。びっくりなんですよね。当時のデータ振り返って見てみるとすごい面白いことありましたね。これすごいよね、 3.9 ってっていう感じで、刹那となゆたは同等じゃないかなと思います。そして荒谷に戻っていきましょうか。改めて荒谷のデータに戻ってみると、やっぱり荒谷は出にくいですわ、これはもう確実に言えることではないかなと思います。そして周回のね、効率やっぱりね、落ちちゃう。どうしてもワンパン編成っていうのがなかなかっていうかできないんですよ。
こうボスがねステージしかなくて、どうしてもバトル7、7ステージはしっかりやらないといけない、ね、ゲージ飛ばしとそういったはできないなので、しっかりねがっつり回っていくと。で、勝率ですね、これをしっかり上げることによってあれやろ、運極はかなり近づくんではないかなと思っております。今回のアラヤマラソンは新たなニューウェーブが誕生しましたよね。私はね、もうこのパーティーでちょっとねやっていこうかなと思ってるんですけど、サンダルフォンですね、もうサンダルフォンがすごいことになっちゃってんで、これちょっとねやっぱ HP がね、こう地利品になっちゃって負けちゃうよということが多々ありましたので、今回の参加型すごく楽しみです。私はおにゃんこポーンでポストしていきますが、皆さんはね、サンダルフォンを持っているのであればぜひ、ね、で参加をお待ちしておりますよ。ただサンダルフォンじゃないとダメとかそういうのはないので、適正キャラであれば皆さんの参加をどんどん募集しておりますので、みんなでがっつりあれをゲットしていきますよ。ということで、今回はアレに関する、そして刹那、ナユタ、すべて徹底比較して、実際どれが出やすかったのかというお話でございました。少しでも参考になればと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ケミでした。ケミちゃん、高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるっつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。